2キロ先、左方向です。皆さん、こんにちは。今日はコーヒーショップつくしんぼうにお邪魔します。つくしんぼうは岐阜市水海道にあります。この道は通称16メーター道路といって、道路幅が16メーターあります。余談ではありますが、今日私と家内に秋頃しか売ってもらえないかなと思ってましたら、新型コロナウイルスのワクチン接種券が送られてきました。早速申し込んでワクチンを打ちたいと思います。つくしんぼうは16メーター道路から中に入ってますので、お店があることを全く知りませんでした。 Facebook でこの店を教えていただきました。店の前にはつくしんぼう駐車場があります。一種類だけみたいです。ホットコーヒーが400円でしたので、モーニングは400円です。トーストに塗ってあるピーナッツバターがとても甘くて美味しかったです。
サラダの中にリンゴも入っててすごく美味しかったです。最後まで見ていただきありがとうございました。